どうもタブヤンです。グランドチェイス2回目プレイしていきたいと思います。レベル6まで上がりましたタブヤン。今回はキャラの育成をまず説明したいと思います。こちらパーティー攻撃対戦闘力7427。いやー、前回の5000ぐらいからねどんどん上がっていきますね。さあ、そしてキャラの育成、早速ねやってみたいと思います。やりながら説明で英雄管理押してみましょう。心配するな、心配するな、すぐ終わらせてやる。おお、すぐ終わらせてやるぜ。キャラの育成ね、このゲームキャラクターのことを英雄と呼びます。冒険者カイル、A 等級ですね。そして、少々複雑なのでね、少しだけ、説明しますと、まずこのカイル、戻りましょうか。こちら今このこれがカイルなんですけど、いくつかこの見るところがありまして、まず等級が A 等級ですね。最高の等級は SR、 その下が S、そして AB と4種類あります。そして星がね、 A 等級の星4ですね。最高が星6、そして右下にプラス3とありますけど、これが現在の、強さっていうかね、ことになります。具体的にはね、戦闘力2812なんですけど、各能力値がここにありまして、まあヒットポイントですね3150、攻撃力、防御力、物理防御力と魔法防御力、この4つが基本的な能力かな。あとは、クリティカルの確率とかそういうのがあるんですけど、まあ、さらにね、有利になる、能力をパーセンテージで増やしていくことができます。まずはこの基本能力を上げる方法ですね、紹介していきたいと思います。心配するな、まず一番初めにやるのが強化ですね。こちらで先ほどの右下の数字を増やすことができます。強化押しますと、説明をね、わからなくてもしてくれるので、星4はプラス6までしか強化できませんということで、その星の数によってこのプラス数字ね、いくつかまで、増やすっていうことをまず目標にします。そしてこのモンスターカードっていうのがありまして、まあこれ特に意識せずにモンスターを倒したモンスターたちですね、このゴブリンとかいたよね、カードを手に入れることができます。そしてこのモンスターたちに、このモンスターたちも可愛らしいんですけど、星印がついてますね。これを、まあ、選んでみましょう。星3のモンスター選ぶと 50% と出てます。まあ、星4だと、100% っていうことになりまして、自分よりも、まあ、なるべく星の多いカードをね、足していくっていうことになります。説明下手か自分より星が1つ少ないと半分しか効果がないっていうね。なので2つ星だと 25% とかいうことになるので、これちょっとやってみようか。これで足して 100% だよね。英雄強化、何？失敗？どういうことなんだろう。プラス3、あ、失敗もあるのそうなの、なんか分かんないけど、じゃあいっぱいやった方がいいんだ。
5つまでできるみたいだからやってみようか。ボーナス 30% 想定費用、あーゴールドがかかるね。まあ99万ゴールド、あ99万プラナかな、このゲームの通貨の単位がプラナっていうみたいなので使ってみましょうか。はい、あ今度は成功。お3から4、4から5やりました。えプラス5、プラス6まで強化なんで、もうちょっと強化したいよね。これ1個ずつやっていった方がいいのかな。あ成功した、なるほど、やったぜ。あこれでヒットポイントプラス282とか、めっちゃ強くなってるじゃん。これで、強化してプラス6が最大なので、最大まで到達するとこの次の段階、強化の次は進化ですね。なんか言葉が難しいんですけど、難しいというか覚えるまではね、あの別に覚えなくても画面上で教えてくれるので、まあ段階があるっていう風に、理解すればいいんじゃないでしょうか。でこれをすると星が4から5に上がるのかな。やってみよう。素材が足りません。え、あなるほど、次はこの進化するためにはモンスターカードじゃなくて進化石っていうのがいるみたいですね。はい、で進化石の取り方、いろんな取り方がありますけど、プラナショップで購入可能っていうのがあります。ちょっと覗いてみましょう。プラナショップこれですね。で近接の新化石で、ちなみにプラナ3400貯めてるので、あプラナとゴールドは違うんだね、失礼しました。で近接の新化石1個買いましょう。購入持ってるからね、あの別に課金しなくても、今回私のプレイは基本課金なしでやっていきますので安心してください。これで買いました、戻りましょう。これで進化できるはずだ。あれ、あ5個いるの。あそういうこと、5個いるのか、1個じゃなくてね、4つね。はい買いましょう、あと4つ、よかった足りた。これでいけるのか。牽制カイル、これからお前の仲間になる。やったぜ、5つ星。これで進化できました。でまだ進化できるんだね、星6つまでね。でその先もあるんですけど、育成するとレベルが上がっていくんですよね。この育成っていうのがありまして、これね、強化は最高9、進化6、これ星のことだからね、星6になって育成するとレベルが、上がっていくんですけど、なんとこのレベルがまた100まであるというね。ドラクエのドラクエ10みたいですね。強くなっていくということみたいですので、ガンガン育成して育てていきたいと思います。以上キャラの育成でした。めちゃめちゃ強くなった。 S ランクのポセイドンを完全に凌駕して、もうあのドラゴンボールでいうとサイヤ人が一回ね、致命的なダメージを受けて回復したみたいなことになりましたね。一気に強くなりました。戦闘力5000、パーティーのね一番隊の戦闘力9953になりました。どんな問題。はい、ということで戻っていきたいと思います。そして今回から、まあ、冒険の続きをする前に、前回ねご説明したストーリーを進めると
さまざまなコンテンツが解放されるということで、前回解放されたコンテンツを一つやってみたいと思います。この冒険の横の戦闘っていうのをタップしますと、こちらこのようにね、いろんなコンテンツが解放されていくんですけど、まあ一番最初のコンテンツ試練の塔、こちら、毎日挑戦することができまして、リセットまで3時間38分って書いてますけど、今ね20時過ぎなので、基本深夜の0時に、リセットされます。それまで登ることができます。前回ご紹介した試練の塔100回まであるんでね、1段階目行ってみたいと思います。さあ何回まで行けるかやってみましょう。ちなみに試練の塔をね挑戦するメリットは、モンスターカードを集めやすいっていうのがあるみたいですね。モンスターカードを先ほどね、強化に必要な素材になるので、ガンガン集めていきましょう。うん、カイル以外のねシンディちゃんとかもポセイドンも育てたいので、行くぞ。さあ行こう。ワクワクするな、塔を登っていくのね。いや、ドルハガーの塔以来だな。いや、カイの冒険以来か。オート移動で使って、あ、オートスキルも選べるようになってる。あ、これ楽だね。まあ、冒険モードとかじゃなくて、そのなんだろう、もうながらでプレイするとかね、いうのにこれオートスキルいいですね。勝手に戦って、パーティースキルは私に任しておけ。パーティースキル。この各自の個人個人のスキルは勝手に発動してくれると。そしてこのパーティースキルだけ私が楽勝。1回突破わずか1分。あ、もう終わり。あ、まだいけるんだよね。あ、1回1回一旦ここに戻ってくるんだ。 OKOK、 めちゃくちゃいいじゃん。さあ何回まで皆さん私いけると思いますか。初挑戦、推奨戦闘力6300、いやまだ9000だからね、全然いけるよ。強化せずにどこまでいけるか、この戦闘力9900でやってみたいと思います。いくぜ。いったか。よっしゃ、順調順調。あ、この近接の進化のやつとかも手に入れられるんだ。いや、いいね。一体ずつやっつけようぜ。これ手前のやつから、手前のやつから2体まとめていくか。攻撃スキル、あー、やられちゃったよ。おい、なんとか倒したか。ひどいことをするわね。オーケー。試練の塔入門者、なんかもらいました。危なかったね。あのパーティースキル、そろそろ回復系の方をやった方がいいかもな。戦闘準備。そしてここでスキル研究所紹介途中だったと思うんでね、時間が経てば、これなんかスキルを研究所で研究しておくことができるんだよね。2000ゴールド、全然お金あるからやっておきましょう。ただしこれ30分間研究時間がいるんですよね。30分なんてすぐだけど、こっちもいけるのか。4000ゴールド、1時間。パーティースキル研究が行われているスロットです。あ、そうか、1個ずつなんだね、やっぱりね。OK。 回復系のスキルちょっとやっておこうかな、うん。あ、研究所拡張ってあるけど、
これ1000ジェムで、1000ジェムあるからこれいっとこうか。拡張、そしてもう一丁いけるのかな。お、いける、2つ同時に、これいいね。1000ジェム使っちゃいました。あ、もう一個あんの。もうでもジェムは473しかないんで、皆さん残額に気をつけてね、やってみてください。さあ行こうか。戦闘力推奨9800、現在9953、いけるか。いけてる、いけてる。みんなパーティーのみんなの、ね、残りヒットポイント気をつけてね。よっしゃ、勝てました。レフリンちゃん、今回は死ななかったぜ。あ、結構こいつ強いな。こいつ守備型なんだろうね。こいつを倒せば後ろのやつ、ほら、こう前衛のやつがさ、よし、前衛倒したから後ろの敵をなんとか回復、回復。勝ったんじゃないこれ。どうだ、何、やったー、ポセイドン復活してくれ。なんとかやりました。6段階目推奨戦闘力15000、もう無理でしょうね。気にせず行くぜ。試練の塔デビュー戦、なんかボスっぽいやつがいる。クマみたいなやつと、え、今なんかカエルみたいなやついたけどな。15000、このクマみたいなやつよ。いやー、何かされてる。やばい、もうやられる。回復スキル、あー、ポセイドンやられた。早い、カイルのでも戦闘力なめんなよ。一人でやれる、強化しましたからね、カイルはね。カイル一人でいけるか。攻撃スキル、いい勝負だね、このクマちゃんと。カイルとクマちゃん、カイルバーサスクマちゃん。あー、やばいよー、カイルがやられたら終わりだよね。やばいよー、うわー、やられたー。これはもうダメだ、この2人では勝てない。強い、後ろ姿しか見ないクマちゃん。ということで6段階目であえなく撃沈、5段階目までクリアできました。いやー、モンスターカードとかね、いろいろゲットできたんでしょうね。いかがだったでしょうか。それでは、はい、冒険に戻りたいと思います。ワールド1の1の1を前回クリアしたんですよね。その続き、ワールド1の2、不気味な鉱山攻略していきたいと思います。よし、今回はもうこれ以上強化せずにね、なるべくいきましょう。でっかいの出てきた、吸血コウモリ。うわ、なんかやばいの、やばいの吐いてる、あいつ横から攻撃だ。あ、やばいやばいやばい、避けた方がいい。あー、ダメだー、なんか吐くからその時避けないと、動かないと。よ、避けて、おい、危ない。
よし、混乱してる、今のうちだ。やばい、やばいぞ、避けて。オッケー、なんか海超音波、あーポセイドン持っていかれた。ポセイドン動き、動いて動いて動いた。オッケー、倒せました。なんかあんな吐いてくるやつもいるんだね。出た吸血鬼。ん？コウモリの翼？間違いなく吸血鬼でしょ？女の子リリア。うわー、いっぱいいるな。やってやろうじゃないか。行くぞ。うわー、なんか技やってるな。集中攻撃されてる。いけるか。ウリア、パーティースキル攻撃、一気に決めてやるぜ。消耗戦だ、こうなりゃ。ポセイドン行け。やったね。大声を出しても誰も助けには来ないぞ。あ、ドリー英雄かな。英雄解放か。ドリちゃん、血で染めてやる。ドミトリー男爵純粋ボスなの。よっしゃ行こう、ボス戦。おりゃ、なんだやばいな。攻撃スキル、なんかいっぱい出してくるなあいつら。ボスの体力、なんか流されていく。避けながら戦った方がいいんだな。避けて。あ、ちっこい雑魚一匹いるけど。攻撃スキル、あー流されていく。コウモリの川に流されていく。こっちか。ポセイドン行け。 S ランクは頼りになるな。あ、流されていく。攻撃スキル、やったか。え、ベジタリアンだから血は飲めません。そんな吸血鬼いる？ラムブリンちゃん怪我してない？え、ラムブリン族の王子だめ。おお、偉そうになんかね、助けてやったのに。やりました、ラムブリンちゃん A ランク英雄獲得。宝箱ガイド。え、宝箱開けるの。インベントリー、宝箱インベントリーオープン。冒険者の印象を使って開けることができる。あ、そうなんだ、アイテムがいるんだね、鍵開けるのに。おお、ダブリじゃないのこれ。レブリンちゃん、いい報酬が出てこなかったからといってがっかりしないで。そうですか。え、これオープンできるの。ゴールドボックス開いてるけど。おお、なんか強そうなやつ。もう持ってないのかな、鍵が不足している。おお、なるほどね。宝箱1個あるけど冒険者の印象は今足りない。あ、15しかないんだ。 OK、 はい、冒険者の印象をやり取りできる、フレンド同士で。へえ、フレンドいないからな。なるほどね、フレンドを探す。へえ、
あ、獲得できました。はい、覚えておきます。ありがとう。じゃあさっきの早速開けましょうか。ゴールドボックスもう一個やりました。 A ランクモンスターカードとゴールドとジェムと、いやー宝箱っていいねはい、ということで続きやっていきましょう。着いためー。もう少し先に行けばお姉ちゃんに会える。吸血鬼はラムブリンたちの天敵だめー。王子のお姉ちゃんか、王女さんか。なんか知らんけど手伝ってやろう。あー、お姉ちゃん、ビオラ、呪い、どういうことなんだろうね。あなたが生きて帰ってきたとしても、もうこの悪循環を止めるために、どういうことなんだろうね。ラムブリンのことをバカにすると後で痛い目見るわよ。鎮魂術師ポセイドンも復活した。いける。でもさらに回復、よし、ほぼ全回復だ。あとはお姉ちゃんだけだ。おせ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 、残り7秒で撃破。やったぜ。その呪術師がやってきたのはドリーがいなくなり心に穴が開いた日のことだった。これ以上大切な存在を奪われたくなければ強大な力を手に入れるという。彼が提案したのは不死の存在バルザック。彼を復活させるために努力を惜しまなかった。ついに今日やっとあの忌々しい吸血鬼たちに一発復讐してやろうと思ったの。ん？その吸血鬼ならもう やっつけちゃったけどそうだよね、さっきやっつけましたよね。バルザックは悪魔です。彼が復活したとてラムブリンのために戦ってくれるとは限りません。むしろラムブリンをまず攻撃するでしょう。そんなはずは。確かにあの呪術師が、しかしもう遅い。もうすぐバルザックは復活する。バルザック、バルザックを倒せばいいのかい。じゃあやりました。レベル9にアップ。さあついにワールド1の2の最後まで来ましたよ。ワールド1の2の9、ジークハートの正体。侵入者が現れた。儀式はもうすぐ終わる。食い止めろ。なんだと。俺が正義のヒーロー、返せ。蹴散らしてやるわい。なんか召喚したボスか。ナバロルースに呼ばれてやってきた。ボスではないのか。いけい。回復。あ、まだボスじゃないみたいですね。中ボスか。なんだこれ。一回下がれ。一回下がった方がいい。アサルトラッシュ。体硬そうだね。ポセイドンちょっとだけね、育成したんでね、それほど育成してないけど。いけ。シンディちゃんとねレフリンはそのままなんですぐやられちゃうんだよね。ヒットポイントが少ないからね、1000ぐらいしかないから。ファイヤーボール大好きですよ。押せ押せ押せ。敵が混乱してるぞ。よっしゃ。さあワールド2のボス来るか。呪術師の正体、間抜かれざる客が来たようだな。バルザック復活計画をぶっ潰しに来てやったぜ。あら、なんだバルザックかっこよさそうじゃん。今なら封印できる。魔族のオーラ、強そうじゃん。あ、人間ごときが調子に乗り上がって。漆黒の風ローズ、ボスか。行くぞ。残り1分40秒。いけー。総攻撃だ。一旦下がれ
そればっかり言ってるような気がする。一旦下がれ、体勢を整えて、シンディちゃんとね、回復役のレフリンがやられちゃうともう致命的だからな。これ下がれ、ポセイドンもちょっと強くなってる。後ろでなんか撃ってる、やっべえ。回復、ファイヤーボール、いいね、すげえ戦い。まだ雑魚キャラ、ボスに一発食らわしてやれ。うわ厳しい。しかしカイルは十分強いね。いきますよ。どうしようか、回復しなくていいな。攻撃だ、何こいつ邪魔。シンディちゃんとこの羊雑魚の戦いしてるんだけど。シンディちゃんまだまだ修行足りないね。この対マン勝負なんなのこの。あ、やっとやっつけた。一旦ちょっとこれ整えようか。こいつ、このレフリンちゃんとこの羊ちゃんとの戦い、攻撃力あんまないな。回復、回復いったか。謎の魔族登場。なんだあの変なおばさん、ものすごく強い相手でかね。部下押し付けに来た、最後のかけら惜しいですわね。消えた、バルザックも。後々やばいことになるんじゃないの、バルザック成長していくんでしょ。まあこっちも成長するからね。お、港に着いたか。ここがベロイア、思ったより雰囲気が暗い。早く船を見つけよう。霧がかって船が出せないだって、なんでよ。小ざかしいやつらめ、一体どこへ消えちまったんだ。まあおそらくそんなに遠くには行ってないでしょう。あいつら追いかけていかないといけないのか。どうやれば船をゲットできるんだ。レベルアップ、レベル10になりましたね。はい、ということでワールド1の2、不気味な鉱山クリアできました。次回まだまだ進んでいきますよ。港の戦い、ベロイア、そして次回もね、新たなコンテンツ盛りだくさんで順番に紹介していきたいと思います。さらにレベル10になったタブヤンパーティー、次回の戦いもお楽しみに。恐れるな、恐れるな。